はい、それでは参りましょう。レディー、はい。さあ、今試合が始まりました。さあ、まずは最初のダウンを取ってくるのはどちらのロボットになるんでしょうか。さあ、ニードマン、バーディー、おお、ここは耐えた、ここは耐えた。まさしくニードマンが花の大事な大事な投手と一個大間のそういった感じを見受けられる。さあ、どういった攻撃が出てくるでしょうか。さあ、正面に来たか、逆に止めましたね、今試合の中のコンテンツというので重要な思いをしてできなかったんですが、さあ、試合が再開されました。いいのかどういったことをしていくか、それに対して花がどういった気がするか、または反撃をしていくんでしょうか。さあ、方向を発射されて、さあ、いいのかな、どこにしたらこういったようになってくる。正面から行くか、正面から行くか、これが絶妙なところだと思っている。さあ、今度ダウンですね、今の花のダウンですね。2 3 5、止めてみるんですね。このニーゴマのパンチが見事に止まるんですね、たっぷりと止まるんですね。昭和のロボビー愛の顔立ち一枚分でね、微妙にストップかかるんですね。さあ、ほら、おっと、ダチだ、ダチだ、ニーゴマン、それは反則行為だぞ。ダチつきは、女の子に対するダチつきは、セクハラ行為と分かりますよ。さあ、一番レジがこう、引っかかりました。ここはあくまでおばあちゃんです。ラブではありません。さあ、残り時間が、はい。さあ、おっと、これはダウンです。ダウンですね、これダウンです。ポイントは1対1、はい。ただ、花が投球が絶叫にないか、ないか。どう倒れないんですね。ニーゴマン、もう一回誰も取れないときますか。大丈夫か。いいです、大丈夫です。ここら辺の判定はレフェリーに委ねましょう。ニーゴマンの勝利という感じで、はい、ありがとうございます。